時代感じるね。ヒュイーンとか言っとる。おなんか社長似合わない。ちげえ、なんかちげえ。社長全然似合わないんだけど、やばい。ミニは似合ってるね。おー、来た来た来た、俺のキャロリーちゃん。おー、ハンドルちっちゃ。ハンドルちっちゃでしょ。お疲れです。はい社長、ハンドルどうすか。え、ハンドルどうすか。ハンドル懐かしいよね。懐かしい。昔作れなかったですか、このホームナビでつけとった。あ、つけてました、うん、じゃあ今日ははいちょっとこれどんくらい寝かしたかな。結構だいぶ放置してたんで。半年ぐらい経った。半年ぐらい経ってんじゃないですか。経ったよね。なんだかんだ手つけれずで、うん、はい、ちょっと今日これを、はい、社長にいろいろお願いしたいんですけど。いろいろまず、うん、え、何、僕どこまでいましたっけ。あれ何て言ったかな。タイベルと、あ、タイベル、タービンとウォーターポンプ。あ、タイベルも一式と。そうだ、タイベル、ウォーターポンプとかその辺もだね。はい、あとタペットパッキンと、うんうんうん、オイル漏れしてるんで。あ、オイル漏れもしてる。はい、それも止めてもらって、うん、タービン交換と、はい、何でしたっけ、あとバッテリー交換 と、 バッテリーとオイルエレメント交換と何でしたっけ。もう忘れちゃったな。忘れちゃいましたね。なんかどうにかなりますこれ。 なるでしょ。なります。なるなる。これ、あ、でも僕思ったんですけど、タービン変えるのに、うん、なんかそのまま変えるのも超微妙じゃないですか。まあ元に戻るだけだからね。元に戻るだけなんで、なんかできんすかね。違うタービン、違うタービンつけます。あ、おめちゃん、おめちゃんがこの人何言ってんのみたいな顔してる。なんかあります。純正タービンのは使えばいいよね。流用、流用で HT07 タービン。そうだね、07ポンで行くんすかね。ポンじゃ無理っすか。ポンで使うかな。そのアクチュエーターとかあの辺が調べてたんですけど、ちょい加工しなかんっぽいですね、うん、あ、ちょい加工いるのかな。いや、僕のちょい加工っていつも適当なこと言うんで。いや、やったらちょいじゃないかもしれないね。おかしいな、ちょいって聞いたんだけどな。いつもちょっとできるとか言ってて、全然ちょっとドハマりするパターンですもんね、うん、なんとかなりますよね。なんとかなると思うよ。なんとかなります。多分ね、多分ね。と、あ、あとマフラーです、うん、あ、マフラーだね。マフラーを、うん、ですね、あ、07職人です。あ、07職人の呼ばれたと。お疲れ様です。お疲れ様です。あの、ちょっと聞いてもらっていいですか。はい、来てくれた。神様が来てくれた。もう僕何、何でもしてくれると思ってるんで。このキャロリーちゃんなんですけど、はい、F6 のワンカムエンジンなんですよ。あ、そうですね。じゃないですか。で、今タービンぶっ壊れてて、はい、どうせ変えてお金払うんだったら、なんかできるんですか。下から変えちゃいますか。何変えます。まあ、ランディの純正ですか。ランディのターボですか。鈴木ランディ、1000cc の。1000cc のターボのエンジンなんで。HT07 ですか。HT07 ターボ。でかくなります。でかくなります。3種類あって、スモールとレギュラー、ラージってあって、はいはい、ラージが一番でかいです。でもラージだとやばいですね。ラージだともう完全ドッカンなんで、下がなくなっちゃう、ね、上があるっていう。どれがいいんですか。ミドル、街中のだったらやっぱレギュラーが、レギュラー、ね、うん、真ん中の。え、持ってたりするんですか。それがね、あるんだな。なんであるんですか。逆に、いや、その今軽トラいじってて、はい、軽トラ用に持ってるんですよね。一応3セット持ってて、あの、シャコタンの軽トラっすか。そうそうそう、あれにつけ落としてたんですか。そう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 。でもそれはいいんで、僕の方に。ひどい。僕に言ってもらえません。それ、いや、探しとったんですけど、なんかあんまりないですね。やっぱ今出てないですか。リビルト品があったりしますね。なんか一応あるはあるんですよ。リビルト高いですもんね。高いですね、ちょっと。とか、あとなんかその車用に加工しますとか言って出してる業者いますね。あのジムニーとかにもつけるじゃないですか。なんでそれ用に加工しますって人もいるんで。どうですか。78万とかします。え、ヤフオクで78万とかするんですか。全然今みたいに分からんすけど、4万、5万ぐらい。それも、あ、でも安いっすね。いや、そんなもんなんで、別にめちゃくちゃ高くはなかったんで。一応確か昔ヤフオクなんかで買った時も、ただ加工によるんですよ。どのもん、どんなもん、角度なんかあるじゃないですか。なんか取り付け角度がなんとかかんとかで書いてあって、そう、分かんないですけど、僕もそれによるみたいで。なんでこれをやばいし、やっちゃいますか。やっちゃってください。 あと僕、あのマフラーもお願いしたいんですけど。はい社長、マフラーどんな風にします。さすがに竹槍はまずいですかね。それ面白そうじゃん。いや、この辺まで賛成です。あ、もっとここまで。社長、捕まりますよね。いや、それ前提でしょ。前提。どうなの、どういう風にちょっとアイディアを。アイディアを片側やっぱ日本出しですよね。日本出しです。まあ、斜めですよね。
構ですよね。あ、斜め斜め斜めでずらして。どんな風にずれるんですか。外側長く、内側が短い状態です。ここなので、こうですよね。あー、いいですね、いいですね、いいですね。それでいきましょう。合いますかね。合う合う。この辺まで出す。そんないらないですね。そんないらないの。そんなにあのちょっと急車っぽく、あのやりすぎてないぐらいで。電話こんくらいらしい。電話こんくらい。で、こっから上だもん。いや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 、やばい。どうなんですか、滝谷。今のご時世ちょっとやばいですね。今のご時世ビビッとチャークル毎日ね。何言われるか分かんないんで本当に。いや、僕は違う、普段乗るんですよ。普段乗る、買い物、はい、普段買い物で乗る。普段乗れます。違う、普段僕はあの買い物車なくて、これを走れる仕様の車にしたいんですよ。で、鬼キャンとかしちゃうと走れない。はい、またもう一台買わないといけなくなっちゃうんで。なんで、あのまあ走れる仕様でやりたいんですよ、はいはい。できます。そうですね。じゃあちょっとおとなしめでコンクレまで。お任せしたら怖いですね。あの先生任せるんだろう。こうはしないからね。上じゃなきゃいいんだね。上行かれると僕普段乗らなくなっちゃうんで。この間僕あの持ってくるの忘れたんですけど、ちょっともう一個お願いがあって。大したもんじゃないんで。え、ターボってポンポンとはいかんですよね。ポンポン加工してポン付けっすよね。加工してポン付け。もうその時点で損じゃない。ちょっと湿っぽくてキノコ生えてきたんですよ。加工してポン付けでいけそうですか。このパイピングの取り回しを変えるだけなんですよ。あ、そうなんですね。その辺が当たるんですよね。当たるんですか。当たるんですね。変えるんですか。正体の位置とかもちょっと変わるんですよ。はい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 。溶接するんですか。いや、溶接するの、はい、曲げるだけ、うん、曲げてちょっと加工する。そうなんですか。アクチュエーターとかそのままもうそのこっちのマニとかの関係はもうそのままポン付けできるんで。あ、じゃあ加工してポン付けでいけるんですか。加工してポン加工付けしてポン加工これと、あとちょっとですね、これをちょっとサビサビになってきたの。これ新しい、これエアクリーナーですね。新しいエアクリーナーですね。スピーカーですね。パンどこへ行ったの。外線車ないじゃん。なんかこの年式当時ぐらいのスピーカーじゃないですか。いやいや、そうですね、はい、これを、ああ、違う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 、2個あるもんね。2個暗いところ光らんけど音が出る。おかしいおかしい。やば、ここにつけます。あ、フォンの代わりですか。これをですね、はい、ちゃんとしたところにつけるの。ちゃんとしたあのネット外してもう適当にポンってつけてもらえますか。ここにね、加工してポン付けで。加工して付けれますよね、多分。後ろマグネット大丈夫ですね。最悪バッフルですか。え、そうだけどね。まあ一回合わせてみるよ。加工してポン付けしてください。何でも加工。なんとかなりますね。なかなかポン付け持ってきてくれないね。多分そのままいけそうですよね。きついかな。ネジが出てますけど。これウィンドウスイッチがこれ壊れてるんですよ。でネジでこうやって動かすんですよ。これスイッチヤフオクに出てて2万円ですよ。めっちゃ高いですよね。これ社外認定じゃないですか。ないです。もうこの年式ないんですよ、部品が。なんとかなんないですかこれ。なんともならんですね、もう。スイッチなんでこの辺の年式のやつで流用しちゃえばできるんですかね。多分 K だったら鈴木とか。鈴木と一緒ですかこれ。鈴木マツダでいけますかね。鈴木マツダ一緒ですもんね。ですよね。いや楽しみですね。何ができます。あと旧車チック車高はもちろん落とすですね。車高買います。はい。でも鬼キャンはちょっとやめとこうかなと思って。もったいないですよね。エアロ関係はどうしますか。でなんかできるんですか。旧車チックだったらチンスポとかできるんですか。そうですよね。作らなきゃね。チンスポで行くんだったらリアもマットガードですよ。作れます。チンスポ別に、うん、俺が簡単に言っていいのかな。じゃあマフラー職人さんは、タービンを加工してポン付けとマフラーも加工してポン付け。ポン付け何ですか。加工してポン付けって。いや、加工したあとはポン付けで間違いない。で、それで、あ、でもタービン変えたらなんか狂いませんね、ちょっとか。大丈夫ですか。あ、その辺はできます、なんとか。そのコンピューターで、はい、昔出てたプロさんから出てたやつかなんかでブーストリミッター解除がついてて、はい、ブースト圧の制御できて、
ていうやつがあるんです。あと連長コントロールがついてるんで、なんとかできますか。それやればそうですね。え、ブーストリミッター解除もできるんですか。ブーストリミッター解除、スピードリミッター解除、ただスピードはついてないんで。あ、別につけない。それはまた解除しなきゃですね。あの、あともう一個なんとかしてほしいんですけど、5速が 4.5 速みたいな感じで近いんですよ、めっちゃ。4と5がなんかもう 4.5 速みたいな、なんかすっげえクロスしてるって、なんか近いっていうか、アルトと一緒だから。ワークスとでもワークスだとあれですか、ノーマルでリミスピードだけリミター解除して157ぐらいで。あ、やっぱじゃあ同じなんですか。157ぐらいが限界でした。じゃあワークスと同じなんですかね。なんか4と5がめっちゃ近くないですか。え、そんなことなかったですか。乗ったら分かるんです。なんか全然違和感ない。140一瞬で出ますよこれなんか足らないなと思って。7速ぐらいこれなんとかなんですか。ギア比、ギア比はなんともならんじゃないかな。どうしたらいい。これむしろコメント見てる人知ってないですか。この部品がつけれるとか、このギアがつけれるとか、ちょっと誰か知ってたら教えてください。知ってる方いたら教えてください。200キロぐらい出るようにしたいんですけどこれ200キロボアップ、ボアップ、ボアップ、ボアップ違うんですよ。この間あの、あ、今のどのアルトワークス、今の現行の1個前のアルトワークスが僕の BM についてきたんですよ。速度の220キロぐらい、丸20キロぐらい走ってるのに、うわーとか言って、うそこいつくそ速いとか言って、なんすかあれ。カリカリだね。あれどうやってやってるんですか。いや、ボアアップとか多分もう、でも外人さんすよ乗ってたの。でもカリカリに、カリカリなんですかあれ。めっちゃ速いの乗ったんですよこの間。もしくは、あ、車、あ、あ、アルトワークスの、あの現行の1個前のやつですね。あのなんかライトが、ま、なんだかちょっと涙目っぽくなって、なんて言うんだろう、春とか。まあでもエンジンとかカリカリかな。いやー、すげえ速かったですよ。昔自分が作ったのが、あのミラに、はい、ダイハツのあの YRV、 はい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 、1000、はい、伝わってきます。1000、エンジンが違うんすかね。あれはその世界でやったけど。いやだって平20キロですよ、うん、普通についてくるんですよ。嘘でしょこの系と思ってでも音すごかったですよ、わーとか言ってたんで。やっぱどうやってやってるんですかね。それぐらいなりちょっとやり方誰か知ってたらミッションなんか塗りようできないんですかね。いやー、できんすね。ワークスになっても一緒ですか結局。あ、でもエンジンの構造というか、やっぱワークスの方がやっぱ作りが違う。やっぱ違うんですか。だってなんかみんな加工してスピード求めてる人とかはワークス用をつけましたとか、ーワークス用のカム入れましたとかって、ね、あ、やっぱもうツインカムしますもんあの今のアルタルじゃないですか、はいはい、あワークスあるじゃないですか、はいはいはい、あれ普通のワークスじゃないやつにワークスのカム入れましたとか言って、そしたら早くなりましたって言いますもん。え、なんでですかね。結構コメントとかも書いてあるんですよ。ちょっと誰かあの、まあ、知ってたら教えてくださいまずちょっとあのまず修理してマフラーで形をちょっと乗れるようにしたいんで、そこからカラカラなんで。そうですね、はい、もうエブリやることなくなっちゃった次これいきましょうかこんな感じでですね。あ、またマフラー作るときちょっと見に来ていいですか。どんな感じなのか僕全然わかんないんで、はい、こんな感じですか。あ、外が外、こうですね、こうか、こうですね。で、細いパイプでやば、やばとします。一応40倍か42ぐらいで40、どんなもんですか。40なんて、でもこんなもんだと思うんですよ。学校、はい、そうそうそう。おべちゃん楽しみだねあ、彼もなんかセレブ買うらしいんで、あ、ぜひ掛け合いしたいらしいんで言ってないということで、じゃあ、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。いいで、じゃあ続きはいつかな。まあちょっとまだ仕事がいっぱいありますもんね。移動のやつが終わってからなんで、後々やりますので、はい、では皆さんさよなら、お楽しみに。Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I breathe.